前回のあらすじ、急にちぎられて配信することになった板橋ハウスの3人、もう笑ってモテる3人を尻目に野菜たちは竹内にアピールを繰り返していく。一体どうなっちゃうんだよ、野菜がアピールどういうことだよ、これはもしかしてピクサー作品なのか。何もわからない、バチロレッテを見たことがない3人の愛と憎悪が渦巻く人間ドキュメント、ぜひご覧ください。まばいって、お待たせしました野菜を富岡君と僕で、合計6、はい、6種類買ってまいりました。買ってきました、はい、まあ1野菜ずつ、プレゼンしていって誰がちぎられるかっていうのを、はい、今から決めていただきたいと思います。はい、ちぎられてであるあなたに、ちぎられて、ちぎられて意気込みとかは、意気込み、はい、てかまあそのてかまあその一人で取らされてるのは、あはい、ちょっと意味わかんなすぎてまあでもあれですね、あの何個か野菜に対する印象を僕は話してました。おお、それでは一人目の野菜、はい、見えちゃったな、ちょっとエントリーナンバー1の野菜からいかせていただきます。これはまず僕が持ってきた野菜、名前何これのプレゼンを僕が今からしていきます。はいはい、どうも、あの初めまして、初めまして、多分僕みたいなタイプは初めてだと思うんですけど、はい、はい、なんていうかな、僕も今まで人にちぎられたことがない人生だったというかでしょうねちぎってもらったことがなくて、はい、でなんか最初このお話が来た時も、まあ、正直断ろうかなと思ったというか、僕なんかがちぎってもらえるわけないっていうのがすごくでかかったんですけど、はい、それでもやっぱりなんか竹内さんはいろんな方をちぎってきたっていう風に聞いてもしかしたら竹内さんならちぎってくれるんじゃないかっていう、本当にその希望の光です、あなたを私のちぎってほしいんやベースの野菜全員ちぎられたい、その思いだけでここまで来ました。あ、はい、はい、名前はちょっとあのわからない何でだろう本人ってはい、そうです、本人ですね、はい、僕です、え、名前は、はい、名前は、いや、ま、今まで呼ばれたこともあるでしょ村さん、ない、どうやって取引するんだよ知らないやつ、ね、大根、何買う紫大根てかその僕自身も自分のことがあまりわからないというか、はい、自分探しという自分探しの気持ちもあってここまで来ました。答え出ないですよ今日で、魚雷これ魚雷一回じゃあちょっとそのフィッティングというか、フィッティング、はい、一回その触ってみてちぎりやすさとか一度見てもらって最後のアピールとさせていただきたいですもう気持ちは全部伝えたんで、あ、はい、はい、どうですか。そうですね、ボーリング玉ぐらい重いポンドで数える重さポンドの重さですね、はい、わかりました。あの最初に説明し忘れてたんですけど、はい、今回あのちぎられなかった野菜たちは、はい、残念ながらあの普通に調理されるということになりました。いいだろ、包丁などを使って、はい、包丁などを使って、はい、料理されてしまう。今回竹内さんにちぎられなかった野菜たちは、うん、残念ですが、うん、明日あのちょっとみんなでご飯食べる予定があるんで、うん、その時に普通に料理、普通にいや、いいでしょ包丁などを使ってどうやって食うんこれ、その何料理一レシピも浮かんでこないけど、はい、どうですか、触った感じは良かったですか。まあまあまあ、わかりました、大体。あ、わかり、よかったです、はい、じゃあ京紫、京紫っていう野菜、はい、書いてます。おいおい、色であんのかよ。エントリーナンバー2番、あ、はい、人参です。人参さん、ちょっと
介します。どうも、なんか僕の友達が一回お世話になったみたいで、ご説はどうも。やり方は違うんすね、その二人の。どうも。うわ、やっと出てこれたぜ。だいぶ感情移入しないといけないのかな。お、なんだおめえ、あ、俺のことちぎれんのか本当に。え、ちぎりたきゃ選べよ。ま、お前みたいなもんが俺選ぶわけねえんだろうけどな。何を狙いの憎まれ口叩いて。まあ、もし選ばれたらどんな料理にしてくれるんですか？いや、肉じゃがのその人参ですね。それってじゃがありきじゃない？ああ、まあそうか。君それじゃがありきじゃない？あ、そうかもしれない。なんかじゃがの二の次みたいで寂しいな。悪印象です。残念、裏目に出ました。ありがとうございました。ちょっとよかったら一回持ってもらってもいいですか？あー、持つ、はい、まあ、フィッティングというか、はい、どうですかね。あー、はい、あ、知ってる人参ですね。知ってる感じの人参です。それは、人参です。人参です。さっきの今なんでちょっと安心感はあります。見慣れた、はい、人と人っていうか、ごっちゃになっちゃう。見慣れた野菜をちぎるのもいいんじゃないっていう。まあ、確かに、はい、わかりました、はい。まあ、最後にね、誰を選ぶかは決めてもらうんで、まだここではわかんない。あー、なるほど、はい、はい、楽しみにしてるからよ。お引き取りください。3つ目はそうですね、じゃあエントリーナンバー3、はい。おいおいおい、初めて見たかもな、家の中でこの状態の。え、わかるんですか？トウモロコシですね。トウモロコシね。知ら？おー。まだ。色仕掛けはダメですよ。おー。おー、これはたまんないんじゃないですか？いやいやいや。これはね。いやー。うわー。おー。まだでん。何層に重なってん。これは頭、こんなね、いやらしい姿見せられたら頭じゃなくてね、本能でちぎりたくなっちゃう。エロいんやこれ。うわ、ちょっとすいませんね。え、うわこれ、これ以上はもう選んだ人だけということで、はい、ごめんなさい。あ、ここまで、ここまで。なるほどね。おすすめみたい方はちょっと選んでいただいて、選んでから。あー、なるほど。じゃあ一回そのこの戻した状態で、うん、その外の皮を一回剥いてみます。あ、いいっすか。いいっす。あ、はい。剥きすぎないでください。すごいなこれ。え、草やん。やば。草じゃんこれマジで。匂いまで。ええー。おおおお。ああ、はい。おお、はい、お。え？あ、大丈夫です大丈夫です。おおおお。ああ。おー、うわ、行くねー。おー、あー。すいません、モザイク処理。そんなあかんのや。そんなあかんのや。今、選んだんですか？選んでないです。選んでないです。選んでないのに今、選んでない野菜をそこまで、そのレベルまでちぎったりすることがあるんですか？あ、すいません、そんなに大事になるとは思ってなくて。最低。これは、もしかしたらね、もう、トウモロコシ側から NG が出るかもしれません。そうなんすか。まあ選んでくれたら、まあお願いします。うわー、ここは逆に悪は良くない印象を与えてしまった竹内さん、波乱の展開。うわ、追いかけたくなっちゃうかも。それでは、4人目、あ、4歳目。いいよ、4人目で。おなすちゃん。どうも、私たち、ナス、ナス、タチ。おい、複数でのエントリーですか？はい。おお。一応、あの、私があのリーダーなんですけど。あるんですね、その。どれどれ。まあ、その私をね、はい、そうです。私をちぎってもらうんだったら、この子たちも一緒にちぎってくれないと。っていうことは、はい、ありまして。はいはい、はい。ハッピーレディーみたい。ハッピーレディーみたい。あ、いいんすね。遊戯王の。よく言われます。あ、そうなんや。はい。私は結構ね、なんかもう今日は
自信があるというか、え、まあ、私じゃないかなって選ばれるのは正直高飛車やん、はい、高飛車やな、ナス。まあなんていうか今までも結構なんかちぎられたりとかも結構あって、はい、でなんか別にまだまだその時期的にも他の人にちぎってもらうこともできるんで、まあ今回はなんか、はい、一応言われたから来たっていう感じではあります。独占欲が湧いてきちゃうな。どんどんノリノリになってきた。私が良ければどうぞっていう感じでありますけど、あ、はい、あの、別にこっちもまあ良ければはいって感じですけどね。あ、そうですか、はい、はい、じゃあそれでは。あ、戻ってくれとかないですね。別にいいですけど。考えてるナスのこと、ナスのこと考えてる、イジイジしてる。お時間、お時間飲んで、はい、次の方お願いします。5歳目、5歳目、5歳目。うわ、相当来てる、相当来てるよ、これは。5歳目、アクシデント、ハプニング、ステージ3へ移行したちぎられてに思わぬ事態が起きる。波乱の展開、人はなぜ争うのか、人はなぜ許すのか、人はなぜ出会うのか、人はなぜ別れるのか。次回再会。